強弱法とは、特に西洋音楽において、音の強弱の変化ないし対比による音楽表現を言い、楽譜上は強弱記号で表される。音には高さ、長さ、音色、強さといった要素がある。これらのうち、音色や音の強さは、楽譜上の規定があまり厳密ではなく、物理的に大きな変化を与えることも可能であるため、演奏者にとっては、 その自由な表現を行う重要な要素となる。強弱表現は作品の意図という観点においては本来作曲者に責任があり、場合によっては緻密な構成が演奏者に厳密に課されることがあり、演奏にあたっては作曲家の指示した強弱記号に基づいた表現の実施が原則であるが、最終的には演奏者の裁量に任されている面が強い。 したがって演奏者が独自の音楽解釈や演奏スタイルとして自身のオリジナリティを発揮する重要な要素として強弱表現が位置づけられる。作曲年代や出版社によっては何小節もある長い範囲あるいは楽曲全体にわたってそもそも強弱記号がほとんど書かれていない楽譜も多く存在する。また同じフォルテでも楽曲やフレーズによって 実際に必要な強さは様々で、ある曲のある場所に指定されたフォルテが、その有効な範囲内においてすべて同じ強さで演奏するとは限らない。そのため、実際の演奏では、楽譜に書かれた旋律や強弱記号とを比較して、作曲者の意図を汲み取り、それに反しないよう柔軟に強さを調節する必要がある。楽譜上、強弱は次のように指示される。 実際に使われているフォルテとピアノの数は、だいたい6つが限度である。6つのフォルテ、ピアノが使われている令和ロマン派時代のチャイコフスキーの、悲壮や、現代のファーニ法の、レンマイコンエピグラムなどが挙げられる。現代音楽においては、これらの記号を単に、音量を表すだけではなく、本来の意味である、表現上の、強い、弱いを示すために使われていることが多い。 このような使われ方をしている場合でも相対的な関係を示しており絶対的な量を示してはいない。俗にアクセント記号と称される。アクセントとはその音を何かしらの方法で目立たせることによりその音を引き立たせることができるような変化をつけるという意味である。場合によっては音量よりもテヌート奏法やスタッカート奏法を使用することで アクセントとなることもあり得る。とでは、元来同じ意味であるが、作曲家によっては、使い分けていることがある。その場合、多くはにより強い強制を求める。ただしは、スタッカーティッシュも、と非常に誤解しやすいため、避けられることがある。一方で、は、短いディミニュエンド、と混同され、安く、シューベルトやベートーベンにおいては、 それらが混同された楽譜が出版されている。は、発音後に音量の強弱のつけられる楽器において、ロマン派頃から楽譜に見受けられるようになった記号である。ロベルト・シューマンは、その表現が不可能なピアノの楽譜にさえ、この記号をつけることを好んだ。日本の合唱の楽譜においては、作曲家の三好明が好んでこの記号を使用したため、三千アクセントと呼ばれることが多い。 ありがとうございます。